ングでのパーティー編成なんですけれども、ほうほうほう、ちょっと意外な感じが、おお、おお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 、動き全然違いますね。そうですね。お、こう、エリゼ来た。エリゼですね。トワルとエリゼという意外な、確かにね、シチュエーションなんですけど、これ実際に千の奇跡2の中での、はい、パーティー編成になります。エリゼ結構強そうっすね。あのキャラなのに。一応キャラ的にはですね、シュバルツァーキーの剣術っていうのが一応あってですね、一応エリゼはそれを手習いしたことはあると。手習いしていると。はい、八王一刀流。ね、リンはちょっと服装がいつもと違うところに注目してみてください。確かに確かに。はい。私服ですね。私服ですね。お、兄弟でのリンク。おお、割とこれは燃えますよ。はい、エリゼが殴られるとちょっと腹立つんですよね。なるほど。この野郎みたいな。この野郎みたいな。妹殴んじゃねえよみたいなね。はいはいはい。お、この辺はトバルのエスクラですね。エスクラ、はい、今回多分動いてるの初めてじゃないですか、出るの。だと思いますよ、はい、これ早くやりたいね、これ。おお、トバルさん人気やな、やっぱり。結構頼れる遊撃士のお兄さんということでですね、うん、今回も7組メンバーの、大きな力になってくれます。はいはいはい、はい、トバルとね、サラ教官の話とかも もっと見たい、遊撃士絡みの、遊撃士絡みの話とかも見たいですしね、はい、サラ、お、もう一発いく、いっちゃいましょう。まあ、バンバンいっちゃいましょうか。いっちゃいましょう、いっちゃいましょう、せっかくだから。はい、流せないで終わることがあるから、ね、次どうしようかな。ハヤテの比較っていうファイルがあったと思うんですけど、ほうほう、これですか。これですね。ほうほうほう。リンは今回英雄伝説の主人公の中でもかなりハイスペックな主人公だと思うんですよ。ああ、なるほどね。その一端をお見せしましょう。ほう。あ、これは千の奇跡1の時に謎だったリンの力で制御できてなかった力なんですけど、はいはいはい、これ。なるほどなるほど。変わってますね。裏ハヤテ。スペック高いですね。スペック高いですよ。これはスペック高いですね。リンは別にこれグノーシスをやりすぎて白くなったじゃないですか。これはやばいですね。やばい。ダメですね。ちょっと今、時事ネタ的にもやばいからやめようね。ちょっとブームになっちゃった、ね。ちょっと危ない。ちょっと危ないなって。逮捕される。はい、はい、続いてじゃあエスクラフト。誰のかちょっと注目してみましょう。お、お、これ、はいはい、静止の絵では見たことあると思うんですけど、はいはいはい、動いてるの。動画でお見せするのは実は今回が初めてですね。はい。アリサの新エスクラフト。アリサ、羽生えたぞ。大体2作目になるとインフレ起こすんですよね。あ、これはインフレの結果なんですね。これ以上強くしてたら羽しかないみたいな。その時その時で、うちのスタッフも全力を尽くすんですよ。そうですよね。で、それ以上2でやらないといけないので。宇宙行っちゃった。うわぁ、これはインフレ起きてますよ。これはインフレだね。やばいやばいやばい。これ地球の危機ですよ。どっちかというと地球危ないパターンじゃないですか、これ。あらら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 。らこれはなんかこうまかり間違うとナユタの奇跡みたいな話になる。いや、そうなんですよ。ね、ミリアムラスボスみたいな。